めっちゃ遠いで。痛い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 、足痛い、やばいよ。足痛い。どうも、まひろです。のっけからなんですけど、これ見てもらっていいですか？これもう足終わりでしょう。めっちゃ痛いんですよね、これ。に、おはよう。取らせて。お尻なんで濡れてんのよ、あんた。なんでお尻濡れてんの？この辺をって。失礼。来ないでね。いねねねねね。ほんまにだ。やだ。足痛すぎてコンタクト入らん。なんなん、もうやだ。どうも、まひろです。おはようございます。今日はですね、節約貧乏人フリーターである私が給料日なのにもかかわらず金融会社からお金を借りる1日っていう事前にタイトルもつけて行いたいと思います。お金を借りるんですね、6万円ほど。なんで、6万円ね、借金するのかっていうと、私まあ本業でお笑い芸人の方させていただいてるんですけど、それの経費でね、6万円使いたいっていうので、使います。決してギャンブルとかお酒タバコとか繁華街とかそういったことではないので、ご心配なく、ご心配なく、なんかな。今日のね、もうスケジュールをもうこの紙に書いてるんですよね。今日は10時から17時くらいの7時間かな、アルバイトがあって、ローソンでメルカリの支払いを2回やって、あと楽天の支払い、毎月借金を25日に返済するんですけど、で4000円支払って、でさらに6万円借りるという意味わかんないことするんですけど、松清でプロテインと、あと歯間ブラシとトイレットペーパーを買います。もう靴下も買いたいなって思ってるのと、あと目薬買ったりとか、もう欲しいもんいっぱいある。まあ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 、ただね、給料がどれくらい入ったかによるんですよね。朝9時に、給料が振り込まれるので、それの額を確認してテンションの浮き沈みが激しいんですけどね。ちなみに現在が8月25日の7時34分なんですね。なんで1時間半後に振り込まれるんですけど、賞味14万あったら助かるかなって感じなんですよね。14万も入ってないような気がするんですけど、上乗せの200万くらい入っててほしいんですけど、とりあえず給料が入るまで待ちましょう。うん、おはようよ。鼻ピクピクしてますね。おはバイトのお給料が入りました。9時25分になりました。携帯アプリの東京三菱 UFJ 銀行さんの方で確認したんですけど、いただいたお給料が145,488円でした。予想より5000円多かったので、全然満足かなっていう感じですね。で、そっからもうすでに携帯代の1万3000円が引かれてるので、で、そっから2日後に6万円家賃が引かれちゃうので、自由に使えるお金が7万円。で、その7万円と借金の6万円を今日引き出して、で、うまい具合にやりくりしていこうかなと思っております。多分ね、最低限の出費を使うっていう意味では人生で2番目に今月が一番多いと思うんですね。一番は関西から関東に引っ越してきた時だったんですけども、引っ越し費用くらい使うってことなので、本当に気を引き締めていかないと生活が困窮してしまうんで、さらに携帯に関しても機種変したばっかりなので、古い携帯代も払わないといけない。古い携帯って携帯会社に普通預けるじゃないですか。で、そしたら本体代の支払いがストップされるじゃないですか。でも私は仕事上これ必要だなって思ったので、なので今後は新しい携帯の支払いと古い携帯代の本体の支払いも含まれるという感じなんですね。そんな感じでまずはバイト頑張ってまいります。行ってくるぜベイベー。
確かめの上、確認キーをお押しください。画面の案内をお確かめの上、ご希望のキーをお押しください。カードとご利用明細をお取りください。紙幣をお受け取りください。ただいま。おっくん、ただいま。よいしょ。あー、倒れてる。ちょっと待って、やだー。マクドナルドを買って、めっちゃ机汚い。あ、めっちゃいい匂い。あ、待って待って、カレーこんな感じだ。もうめっちゃパニックなんだけど。めっちゃカメラ傾いてないですか？出たい時に出なさいね、あんた。お金をね、大量に、まあ、下ろしてきたりとかしたんですけどね、皮膚がズボンにへばりついててめっちゃ痛い、足が。とりあえず必要なものを買ってきましたよ、私。プロテインが切らしてたので、このプロテインを買ってきました。このプロテインはまだ買ったことがないですね。ちょっとこっちの方が安かったから、こっちにもチャレンジしてみようと思って、あと100均とかにも行ってきました。キャンドゥさんの100均の購入品で紹介したんですけど、まあ、激落ちくみたいなやつ、ポリ袋とか、こちらボンドですね。アルバイト先で履いている飲食シューズが靴底が破けてきてるので、これで修正しないといけないなっていう感じですね。あとはコンシーラーね。青ひげすごいから、私は歯間ブラシとベロブラシとか買いましたね。口めっちゃ気にしてますから。あと目薬、 GU さんです。マジでなんで紙袋 OK したの。 V ネックのシャツを2つ買いました。どちらも1つ690円かな。念願の靴下を買ってまいりました。3つ入りで590円です。やっぱり見えないところをね、より清潔にしないといけないなって思いますね。あとパンツがあれば完璧なんですけどね。マクドを食べたいなって思うんですけど、いつもこの時間帯になったらまず筋トレするんで、筋トレを10分してで、マクドを食べてお金の計算をしましょう。19時14分でございます。めっちゃチョコレート。こちらはバニラのシェイクです。パンケーキです。ロコモコバーガーです。あー、なんか変なことになってる。どうなってんの。美味しそうだけど。皆さん、これらおいくらしたと思います？合計で820円です。節約チャンネルよね、これ。820円は高いですね。マクドナルドってやっぱ庶民の味方じゃないですか。安い上に美味しいみたいなね、感じのところなんですけど、私がもう外食しなさすぎて安い購入の仕方全然分かってなくて。めっちゃ美味しそうじゃないですか、これ、ね、ピント合ってなかったら殴ってくださいね。いただきます。おお、これはね、美味しいです、本当に。こういうご褒美のために頑張っていこうみたいな、そういう感じでポジティブなきっかけになれたらいいなって思ってます。パンクリームと蜂蜜かな。うまっ。これはちょっとこぼれる。まあ私もね、借金結局6000万しちゃったわけじゃない。6000万じゃない6000万でハンバーガー食べてる場合じゃないですよ。ごちそうさまでした。お金ですね、12万8000円下ろしたんですね。はあ、もう
折れちゃってる。今残っている額が10万4000円でございます。意外と残ってたんですね。1,2,3,4,5 約5万円プラス8800円が今必要なので、それは仕事用で使わせていただきます。ちゃんと仕事用で使うので信じていただけたら幸いでございます。たまに私のチャンネルで出てきてくれているこのお金を仕分けるファイルの一番奥に入れさせていただきます。本当に本当に信じてくださいね。あと別のお金の仕分けに関しては他の動画で今後アップしていくので楽しみに待っていてください。ちょっと今日は節約からほど遠いような Vlog 動画になっちゃったんですけど、給料日後にねお仕事の都合でお金をたくさん使う機会があるので、こういうこともね私の私生活ではたまに起こるんだよという報告の動画でございました。節約チャンネルで皆様に節約を伝授させていただく動画をね毎回私ながら配信させていただくんですけども、ただただ節約するわけじゃないですからね。本当に自分のやりたいことに関してはもうお金を使っていくというふうに決めましたので、最近そういうのを受け入れて今後も動画を楽しんで見ていただけたら幸いです。そんな感じで本日も動画ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。